はい、皆様お疲れ様です。シューチマンです。今日はですね、3月5日、夜中となっております。はい、ベルコインの、情報、IO の申し込みとかですね、まだね、進歩がない状況ですけども、はい、その連絡としてはですね、メールでですね、そのフォームの URL と、あとログインパスワードとログイン ID っていうのがですね、送られてくるということですので、イーベルさんのサイトのね、フォームから申し込めるということになっております。はい、はい、それからですね、そこでイーベルさんのサイトから、日本語に訳されたですね、形で、申し込むっていうのもそうですし、それよりこう早く申し込みたい場合はですね、ベルウッドさんですね、ベルウッドさんの、コーポレートサイトですかね、の方で、いつもですね、こうお知らせがあるところですけども、そこでですね、これですね、これがコーポレートサイトになると思うんですけども、ここで、いつも、下の方にですね、お知らせが表示されてますね、最新の。はい、こういったところなんですけど、ここでお知らせがあるっていうことも言われて、イーベルさんの方で言われてましたので、はい、早く申し込みたい方はここを随時チェックして、申し込みの準備をということです。はい、翻訳された形でですね、こうスムーズにやられたい方はですね、イーベルさんのサイトの、ログイン画面があるんですけども、これになりますね。この、対象者専用 IEO 申し込みページっていうところでを入っていただいてですね、ログインページの方、こう入っていけるといった形にもなります。はい、ということでですね、そのね、お知らせが来てからのことですので、はい、どちらで申し込みされるかっていうのはですね、それぞれだと思いますし、その英語がちょっと怖いなと思われる方はですね、イーベルさんのフォームの方で、やられるといいかなと思います。はい、ちょっとね、参考になるかちょっとわからないんですが、ベルウッド取引所のですね、サイトの中なんですけども、右上の3本線を押していただくとメニューが開きまして、このね、ローンチパッドっていうところをね、ちょっと見たいと思います。はい、そうするとですね、ベルの IEO っていうのと、ベルプラスの、ボスコインっていうの2つね、こうあるんですけども、これはですね、IEO をですね、ベルウッドの、IEO としてですね、表示されているものになってます。はい、両方ですね、このカウントダウンっていうのがエンドっていう風になってますので、もうね、終わっているものとなると思うんですが、はい、例えばそのベルウッドさんでですね、こうIO としてこうね、何かされるときはですね、ここに表示されるのかなと思います。今回のですね、特別なですね、TOB キャンセルされた方の、IO 申し込みっていうのはですね、別になるとは思うんですけども、今後ですね、ベルウッドの中のローンチパッドっていうのは、どういうものかっていうところで、ちょっと参考にしていただけると、いいかなと思っています。はい、ここでですね、ちょっとバイナンスのですね、ローンチパッドっていうところで、ちょっと参考に見ていきたいと思うんですけども、バイナンスはね、多くのローンチパッド、IO っていうのをしていると思います。そこでですね、そのバイナンスの IO に必要な条件としては、本人確認済みアカウントっていうのと、あとバイナンスコインはですね、50バイナンスコインですね、50BNWaveBNB をですね、投資する必要があります。これが最低の条件と、なっているんですけども、ベルウッドの場合はですね、その条件は、ないのかなというふうに思います。はい、でその IO のルールってことで、その保有 BNB 保有した人を対象にですね、その、抽選していくっていうことでバイナンスはやってるんですけども、IO の流れとしてですね、IO の開催日時が発表されるというところからですね、その BNB 保有が条件なんで、それが毎日チェックされている。それから保有量に応じてチケットが配布されるということで、こういう感じになってますね。はい、チケットの当選番号が発表される。それから、当選した宝くじ分のトークンが交換されるっていうことはですね、はい、要はバイナンスの場合は当選したらですね、その
そのチケット分ですね、の要はその IO のですね、数量がですね、こう交換されるっていうことになるのかなというところですね。まあ、例えば、最低の 50BNB をですね、まあ、投資というかその、預けたと、まあ、投資するといったところになった時に、まあ、そのチケットがですね、まあ、届いて、抽選が当たったってことになると、その 50BNB がですね、こう新しいその IO ですね、の取り、トークンとですね、交換されるといった形になるのかなと。で、そのトークンはですね、そのバイナンスの場合は、IO でその、まあ、上場した時にですね、まあ、高騰しているものがね、ほとんどだと、言ったところですね。はい。はい、バイナンスのですね、IO の申し込みっていうのは、先ほどのね、言った通りですので、まあ、ちょっとそれも参考にということなんですけども、まあ、このベルウッドの中のですね、まあ、あの IO があった場合の、申し込みっていうのは、まあ、ここに、出るのかなというところです。はい、まあ、ここでですね、例えばですね、このね、ベル IEO というのをね、ちょっと見てみたいと思うんですけど、このね、スタートデータっていうのが2019年12月27日ですね、にスタートしまして、まあ、エンドデータっていうのが、2020年、1月31日となっております。まあ、これも終わってるというところですが、はい、ね、まあ、再上場っていうところで、まあ、この IO のね、ことがあったのかなと、僕はちょっと知らなかったんですけど、まあ、これができたのかなっていうふうにちょっとね、勝手に思っております。はい、このね、見方というかですね、その、まあ、一番上ですね、カウントダウンっていうところがですね、こう防線になってますので、まあ、今はね、もう終わってるといった感じになります。はい、まあ、そのね、まあ、カウントダウンというのはおそらくですね、その、まあ、ここでいう200万分の200万っていう、ここですね、ここがあとどれくらいで、ね、残ってるかっていうのもそうですけど、まあ、まあ、いつまでにですね、こう、もう申し込み終わりますよといったところの、まあ、カウントダウンという表示かなと思います。あと、その下の 0.000128bitcoin っていうのはですね、あの1ベルコインあたりのですね、ビットコインの、まあ、レートですね、はい、になってますね。まあ、それを確認していただいて、はい、まあ、下の方のね、入力っていう風になってるんですけど、まあ、この場合、このベル IEO っていうのはですね、そのビットコインでこのベルコインを買うと、あの IEO 申し込みするといったところになります。はい、まあ、その見方ですが、プライスっていうところですね、このプライスが 0.0128bitcoin イコール100ベルっていうことなので、まあ、これがね、最低申し込む一口の価格となってますので、まあ、計算するとですね、まあ、今のね、ビットコインレートがですね、まあ、97万ぐらいですので、計算すると1ベルコインの値段がですね、120円ぐらいですかね、になるのかなというところですね。はい、ですので、まあ、あの100ベルですので、まあ、12万ぐらいですかね、の価格が、まあ、一口の申し込みというふうになっていると思います。まあ、例えばこれを数字増やすと、まあ、まあ、4口であればですね、この下の方を見ていただくと 0.0512bitcoin ということですので、まあ、この価格で、まあ、400ベルになりますよといった表示になると思います。はい、まあ、その下のクローズドっていうふうになってますが、はい、これはですね、もう終わってますので申し込めませんということで、まあ、表示されております。はい、まあ、このクローズドがですね、まあ、申し込みできるような状態でしたらですね、また、違った表示になっているのかなというふうに思いますね。はい、ということで、まあ、まあ、現在ですね、その TOB キャンセルの方ですね、の IO 待ちですね、IO 待ちということで、まあ、情報の方ね、まだ、ない状態です。まあ、その当初のですね、まあ、要はイーベルさんからの、放送ですと、まあ、3月中頃からですね、まあ、その
その関係ない方ですね、あの ICO と関係ない方についてはですね、3月中頃からのね、まあ処理とが、できるといったところかなと思いますし、またあとですね、自分がねどういった状況かっていうねこともですね、また連絡が来るようなことも言われてましたので、愛用待ちの方以外の人もですね、そういう情報を待っていると思います。愛用の方は、いつね、募集が始まるかちょっとね、未定なんですけども、そのイーベルさんの、のサイトにはですね、もう申し込むフォームもありますので、いつでも申し込める準備ができているという状態ですね。あとは本当に、近々っていう話は聞いてましたけども、まだね、僕の友人もですね、愛用待ちの方がいますので、まだね、メールの方来てないと言ってました。はい。ということでですね、愛用の方は本当にそれを待ちと言ったところになりますので、はい。それが来てですね、登録フォームから、手続きを行っていただけたらと思います。はい。イーベルさんのですね、イーベルさんのですね、サイトを行っていただくとですね、このログイン画面っていうところがありますので、ここの下の対象者専用愛用申し込みページっていうのを押すとですね、ログインページですね、ここにメールできたですね、愛用の ID と、パスワードを入れていただくと、進んでいけるといった形になります。はい。でその中で、レートの確認というのもありますし、あとどのぐらいのですね、ベルを愛用で申し込むかっていうところも、入力画面が現れてきますので、それでね、ここで申し込みをされた方が、その日本語ですので、分かりやすいって言ったら分かりやすいかなと、思います、もっとね早く申し込みたいっていう方がいればですね、そのベルト先のですねコーポレートサイトですねの方で、いつもニュース速報っていうことが、英語ですが流れてきますので、そこからですね情報を取っていただいて申し込みになるのかなというふうに思います。はい。ということでちょっとね、そのベルウッドのですね、通常の IO のですね、申し込みというか、IO があった場合ですね、はい、こんな感じでですね申し込めるのかなっていうふうに思いましたので、はい、参考になるかどうか分かりませんが、愛用の方、とりあえずそのメールを待っていただいてですね、専用のフォームから、申し込みという形になります。はい、ちょっとね紛らわしいかもしれませんが、ちょっと申し訳ないんですけど、一応そのベルウッドの中の IO というのはこういう形で、行われているのかなというふうに思いましたので、はい、またね今後、あるか分かりませんが、参考にしていただけたらと思います。はい。そのねベルウッドのコーポレートサイトですねからニュースというか速報流れた場合にですね、そこからフォームがね、申し込みフォームっていうのがあるのかちょっと分からないんですけども、どうするかっていうのはそれで分かると思いますので、はい、早く、知りたい方はですね、そのベルトのコーポレートサイトですね、ここで、情報の方をチェックしていただけたらと思います。はい、本日は、以上となります。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。